時計で春色を取り入れる。で、2つ目、春色の服にどんな腕時計を合わせるか。ノット TV をご覧の皆様、こんにちは。服飾ジャーナリストの山本です。今回のシリーズではですね、腕時計好きの方にファッション着こなしをお教えしたいなと思いまして、ゲストをお招きしております。川田さん、こんにちは。こんにちは。スタイリストの川田真理子です。川田さんをね、せっかくお招きしてますから、この春のトレンドカラー、はい、川田さん、これどんな感じですか？今年は秋冬から続き、グリーンと風水的にパープル。お、風水的にもいいトレンドだけではなく、はいはい、パープルとちょっとピンク、やはり淡いピンク。あのずっとファッションではですね、モノトーンが長くトレンドが続いていました。で、それが時代がもう少しちょっと楽しい気分が欲しいなっていうことで、昨年2021年の秋冬はかなり色が出てきてました。で、それが2022年の春、今年も引き続きそういった明るい色が人気があると。私最近ですね、時々ピンク色のニット着るんですよ。ピンク着てると皆さん、あ、可愛いですねとかって言ってくださって、男子もピンクいけると思いますよ。そういった意味ではノットの特徴は、いろんな素材のいろんな色のストラップが用意あります。文字盤もいろんなカラフルなものがあります。表参道のノットの店内でですね、春にふさわしい腕時計を探していきたいと思います。カウンターからこちらに移ってまいりました。ノットの表参道のお店、こちら入るとこの大きなですねトレー、母さんどうですか、これすごいですね。え、今回のテーマは春色の腕時計ということで、大きく言いますと2つお題を考えました。時計で春色を取り入れる、これ1つ目ですね。で、2つ目、春色の服にどんな腕時計を合わせるか、これ2つ目のテーマ。この2つについて川田さんにご相談しました。まず春色の腕時計を選んでもらいました、川田さんに。どちらでしょうか？こちらです。こちらのトレーですね、素敵じゃないですか。先ほど皆さん覚えていらっしゃいます？トレンドカラー、グリーン、パープル、ピンクね、全て網羅されています。1つ目、お、いいですね。グリーンのトーントーン、京都の組紐を使ったストラップがついてます。で、そのバリエーションでちょっとピンクが入って、こちらは全部グリーンでまとめています。ただちょっとアクセントにピンクも入ると可愛らしいなと。そして続いてはもう一つ、パープル、はい、お、パープル、こちらはですね、ノットでも非常に人気のあるですね、縦型のクロノグラフ、新藤さんというですね、福井県の会社ですよね。こちらが作っているストラップ、パープル、綺麗な組み合わせですね。そしてこのままこちらのピンク、お、合わせても可愛いんじゃないかなと。これ綺麗な色だなと思ったら、いわゆるボタニカルレザー、植物由来の染めをしているレザーのストラップです。男性つけても可愛いです。私のあのピンクのニットに合わせてもいいですか？はい、色を拾う感じで。見事にグリーン、パープル、ピンクと揃いましたから、お、私もちょっと春色グリーンに。そうですね、わざとこの色を合わせない感じもいいのかな。さっき色を拾うって言ってましたけども、これは何て言うんですか、母さん。これはあえて外す。外す。外しのテクニックですね。ただ感触感触で合ってるのかなっていう、合わせやすさはありますよね。わかります皆さん、こういう上級テクニック、川田さんさすがですよね。あのブルーとグリーンで、寒色、寒色で合わせていく、ね、あ、それも合いますかね。暖色と、あ、これもやっぱり白が入ってるとそんなに違和感なくなるほど合わせられるんですね。
白はそういう意味では非常にオールマイティーな色ですよね、はい、いわゆるこう差し色でねこう持ってくるのか、あるいは色を拾うのか、このいずれかで春の腕時計をお選びいただければいいかなと思います。そしてもう一つのテーマ、春色の服に合わせる時計。おう、そうでしたね、こちらが春色の腕時計、反対に春色のじゃあグリーンのニットを着た時はどうなんだろうかとか、そういうことですよね、神田さん。はい、あ、オールマイティーにモノトーンで合わせると何でもいけるんじゃないかなっていう発想です。なるほど、まあ、さっきあの白文字盤が非常にオールマイティーですよというふうなお話をしましたが、このベルトいいじゃないですか。これあの博多の織物ですよね、うん、確かにこの白ですが、こうちょっとねこう、まあ、トライバルにも見えるし日本っぽくも見えるしアクセントになりますよね、うん、そうか、こうしてもいいのか。そうですね、でグレーが一番、まあ、使いやすさ、白グレーは結構何にでも、仕事でも遊びでも。そうですよね。四角型はどうですか、川田さん。これもマットなモノトーン。マットじゃないですか。確かにブラックでもこう艶消しになっているので、なんかよりシャープに見えますよね。です、うん、これだとどのもう白いベルトにしてしまう。これはどんな春色にのお洋服に合いそうですか、川田さん。本当にあのモノトーンなので洋服の色を気にせず。今日の私の装いにも合いますか、ね、合います、はい、合いますか。私でも合います。お、確かに男女問わずつけれるのがいいですね。ノットの腕時計はそれがいいんですよね。パートナーの女性あるいは男性ともこれ例えば交換したりしてもいいですね。私これ購入して、川田さんこれ購入して、まあ、交換して使ったりすることもできる。モノトーンは春色のお洋服によく合うということが分かりました。もちろんあの自分好みでね少し組み替えてみて自分なりのですね色の組み合わせを存分に楽しんでください。それがノットの魅力だと思います。引き続きですね、腕時計の楽しみ方、そして、腕時計とファッションについて皆さんにこのノット TV でお伝えしてまいりたいと思います。それではまた次回お目にかかります。服飾ジャーナリストの山本でした。スタイリストの川田真理子でした。ありがとうございました。ありがとうございます。